本冬樹さんおすすめのお寿司屋さん。そのお店は小田急線経堂駅のすぐ目の前、経堂みどり寿司。店内は20席の長い長いカウンター、その前にはこれまた長い長いネタケース。ここにはなんと60種類以上ものネタが。とても一度で全て味わうことはできません。元さんのお気に入りはその2階にあります。オーナーは1階と同じながら、こちらはちょっと異なった佇まい。すいません、今日はですね、私の一押しのですね、みどり寿司というところをご紹介してみたいと思います。ここはなんていうんですかね、僕の隠れ家みたいなところでございますね。元冬樹さんの隠れ家というこのお店、その奥にはなんと秘密の小部屋が。元冬樹さんおすすめ、共同みどり寿司円。カウンターもありますが、メインは座敷。そして奥には元さんがよく使うという小さな個室も。酔っ払うと頭ぶつけんだよ。誰にも邪魔されず親密な時を過ごすことができます。板場に立つのは今一番脂の乗った店長津川俊三さん。元さんの好みを知り尽くしています。光もん大好きなんですよこれ。俺ね、本当好きだよね。はい、本当ですね。お寿司屋さん行っても、光物何やんのってまず最初に聞くんです。光物には目がない元さんのために、最初の握りは相模湾で取れたキス。うまいんだよな。キス。キス。キス。言うと思った。色と形、それに味の秘密は、ご主人の仕込みにあります。自ら吟味した中国産の塩をボウルに取り、日本酒を加えじっくりかき混ぜます。そこに新鮮なキスをくぐらせ軽く締めるのです。春の味覚、キスの一塩。うまいね。ありがとうございます。あの、なんか、なんつったよな、光もんって何なんだろうな。ちょっとの味付けで違った風味になったり、他の白身とかに比べて、独特の味が。続いては寿司の王様、大トロ。これも一手間加えます。塩を振り、表面をさっと炙って余分な油を飛ばすとともに旨味をギュッと凝縮します。最後の仕上げはレモンの果肉。トロの旨味をレモンの酸味が引き立てます。見てくださいこれ。うまい。ありがとうございます。これうまいな。春の味覚といえば白魚。シャリとの間に芽ネギを敷き、煮切り醤油でいただきます。白魚を下に、あの芽ネギをちょっと、白魚と芽ネギが奏でる海と野山の味のハーモニー。食感も抜群の一品です。いいなこれ。すごい引きちょっとつけてこのまま持って帰りたくなるなこれ。これうまいね。ありがとうございます。こうやって見て薄いね。初めて見た。違うじっくり見ちゃう。旬の味覚に技を加えて作り出される至福の握り。値段がリーズナブルなのも実に嬉しい限り。別に高ければうまいことはないんやって、もちろんそういうところは必ず美味しいのかもしれないけど、そんな差はないですよねと思う。だったらここ来ていろんなもの出してくれて、この値段で食べれた方が全然幸せですね。素顔に戻ってゆったりくつろぎ、極上の寿司を楽しむ。ここは元さんのホームグラウンド。安い。